皆さんこんにちは木曜は一発合格決めたら速攻スタートが鍵というタイトルでガイダンスですね始めさせていただきます担当いたしますのはレック専任講師水野と申しますどうぞよろしくお願いします はいそれではですねこれからですねえー、まあ、30分程度になりますけどね宅建試験に向けてどう勉強するかどうすれば合格しやすくなるのかというですねまあ、そういったあの説明会ですね、えー、させていただきますであのレジュメなんですけどもこちら、えー、使いながらいきます、えー、目標は一発合格決めたあ速攻サートが鍵というね、えー、ここです でもしかしてまあ皆さんの中には2018年ちょっと悔しい思いしてねリベンジという方もいるかもしれません。えあとはそうですねもうやるかどうかまだ決めてないんだけどっていう方もいると思います。あのこの大体資格学の学校の説明会には宅ケ試験でどういうものかっていう、ね、ものもあるんですよ。取るとどういうメリットがあるかちょっとそこら辺は今日は割愛します。もう皆さんは宅ケ取らなきゃいけない取ろうやろうって決めたさあそっからの話です。じゃあいきます。まずはですね。 じゃあ、二千十九年の試験に、はい、受けようと思ったら、まず一番最初に、何するかです。いや、だから、やっぱりテキストを買うとか、だから、どこのテキストがいいかな。で今一応レックっていうね、なんか聞いた方ある学校だから、聞いてみ、見てみようかな、どこの学校行こうか、考えようかなとかね、いろいろね。教材とかをね、どこの学校行くとか、探してる方もいると思いますが、あの、ね、はっきり言いましょう。こんな、まあ、どうでもいいんですよ。どうでもいいんですよ。一番大事なことは、これです。 まずは今年絶対合格すると決める。え、10月の第3日曜日、2019年10月20日の予定。まあ今の段階でね、もう発表されてないってことはこの日で確定ですよ。この10月20日1時からです。3時の2時間でやります。そこで絶対合格すると決めてください。あの受かりたいな、受かればいいな、じゃあやろうかな。あのその程度だと今の卓見試験ってやっぱり受かりづらいんですよ。もうね、2019年受かる。 決めてくださいもう絶対受かるあの宅検試験はなくなりませんよあの移植中の中という大事な部分を担う資格なんですよその中という大事な部分の資格そのプロなんですよこれから10年後も20年後も30年後もずっと続きますえ、皆さんは生きてる限り受けるチャンスあるんですよ受けるチャンスあるでも受かるのは今年もう決まり決,ま決めてくださいこれね決められないとだいたいねあの,ねあの挫折するっていう方は多いです うん、例えばねあのじゃあ受かりたいなっつって本買う学校行くところがねあと大体1か月ぐらい前と模擬試験とかねどこの学校も始まるんですよでじゃあ模試受けてみようとかね自分で模試の冊子の本買ってきて自己模試っていう感じでね、うん、やってみようっつってやるじゃないですか例えばそこでラスト2週間前の模試合22点微妙ですね、うん、よかねえですよねいやよかねえですよねだってこれ合格点見ると昨年201837点ですからね うん、で三十五点三十五点三十一三十二と、これ宅建試験ってだいたい合格率。十五から十七の間ぐらい取るんです、ね。そこのラインが合格ラインになります。だから何点取れば合格という試験ではない。え、だから難しければ。三十一とか二とかなる年もある。で過去だとね。あの二十八とか二十点台の年で決着もあるんですよ。うん、で逆に過去最高は昨年更新しました三十七です。 でまあ、大体7割取りは合格って言われてたんですけどね、うん、36の年があったんですけど2回ほど37それ更新してね、うん、してしまいましたね37点合格何点取ればっていうのはないただ他の人が取取れれるるんだよしっかり取れば合格はするんですで要は皆さんは特殊なことはしなくても絶対受かると決めてやれば受かるんですが例えばさっきも言ったようにもう一回言いますけど23点ラスト2週間あもうダメだとかなるじゃないですかなる人もいるんですよ あの別にねあの2週間前の模試で23点でも全然受かりますよ。やればやればやれば、まあ、やんなくなっちゃうんですよ。だってラスト2週間ですよ。もう早い時間からやってて早い時期から始めてて、ね、直前期になってラスト2週間のところで10月入ってから2 3、えー、合格ライン37のどまる。えー、いやもうう無理だろうとんんでねねこれねあの 勉強ってね、順調に右肩上がりには行かないもんなんですよ。やっぱりこう頑張ってて一回上がるんだけどまた下がっちゃったとかね、うん、スランプに陥る、飲み悩みの時期とかってのも絶対出てくるんですよ。うん、そういう時にいいですか？合格したいなすればいいな程度だと諦めちゃうんですよ。で大体そうなるとどうなるか、うん、仕事が忙しくなるんですよね。残業で忙しくないくせに忙しくなっちゃうんですよ。えー、なんでか分かります？そうです。 一生懸命試験の勉強やってると落ちた時恥ずかしいから残業しだすんですよね残業ね、うん、直前期お前大変だったもんな残業でな落ちてもしょうがないよって慰めてほしいんでしょうね、うん、これね周りは分かりますよあいつ試験前になったら急に残業しだしたねやろ自信ねえんじゃねえのなんですよあとこれ絶対合格するって決めてやんないとストランプ落ちて変な点取った模試であの体がねあの病気になります。うん、例えば 最近なんか頭が痛くて口痛くて喉痛くて血痛くてみたいなもうなんかでもう痛いところがいっぱい出てくるんですよ、うん、あの本当にに病気になりますよそれ。要はね大体その試験が近くなってもうダメかなと思うとね体調の不良を周りにアピールしやすいんですね。うんお前 頑張ってたのに直前期なんか体調悪そうだったもんな。来年頑張るやって慰めてほしいんでしょうね。ああ、もうそういう方はもう。また来年もまたまずいですよ。うん、結局ね。逃げるんですよ。直前期になってスランプで逃げちゃうんですよ。そうやってたらね。いつまでたってもね。受かりません。絶対合格するってなったらラスト2週間前のところで、例えば23点取った。残り2週間で何しなきゃいけないかって頑張って全力で考えて全力でやるんですよ。受かるんですよ。 要は諦めちゃうその諦めないためにもう絶対受かるって決めてくださいもう皆さん長い人生卓球試験何度もチャンスあるけどもう今年が最後今年で絶対合格するって決めてくださいその決めれればもう半分終わったようなもんですはいじゃあ今日はお疲れ様でしたったらおまだ6分じゃないかこれで終わりかとちょっと文句言われちゃいますよね、うん、だからもうちょっと話します決めたじゃあ決めたってねこれね 大体不動産業界の人間ってこくんですよ私も不動産業の人間ですけどねよし俺は絶対受かる受かる落ちる気がしないとか言って毎年落ちてる人もいるんですよねうんそう合格するってね言ってるだけじゃダメですから当然勉強しなきゃダメだからじゃあその勉強どうするのって話ですでここにも書いてある通り宅建試験って大体300時間というのが目安って言われてますでまあはっきりとこの300時間というのは誰が言ったかは知りませんえまあ目安ですねで、まあ、一応平均的なな数値なんで これ1,000やってても受かってない人は受かってないですだから要は時間の使い方とかいうのもあるんですがただ目安としてこの見える化というかね数値化されてるんだからやっぱそれぐらい必要だというふうに皆さんは考えてくださいじゃあそこをですよ考えたら早くやった方がいいですよねそうですスタート速攻スタートが鍵やろうと思ってて明日から明日から明日からってずっと明日からだって始まりが願書の日になりましたとこれはもったいないっすよ でね別に7月とかの願書出した時からやっても合格する人はするんですけどもえやっぱりやろうと思ったらすぐやらないと、うん、絶対合格すると早く決めて早く着手するじゃあ着手は早くするんですがその着手してものんべんならーンとなんとなく勉強してるとまずいんですさあそれがこれはい合格のための学習戦略満点狙わないすごい大事です。で一応ここのののデデーータタというがですがこのデータは 受験者の正当率まあ2014年からね、うん、この正答率が50%の以上の問題が、まあ、2014年402015、えー、年342016年402017年432018年44。ということは合格点は3231353537結論。 正答率50%以上の問題ということは受験者の半分以上の人ができる問題をちゃんと取れば合格ラインには行きますよね行きますよね行きますよねということなんですでそれが簡単なわけじゃないんですよ。受験生レベル年々上がってますからただですよ20万人いいいいいてて全然勉強してないやつらもいっぱいいるんですそう業者の人間、うん、我々の仲間。 勉強しない、お客さんに振り回され勉強どこじゃない。えー、営業上げないとぶわないから勉強どこじゃない。勉強全然やってない人いっぱいいます。うん。で、卓見試験も趣味でやろう。えー、とりあえずみんな受けてるからやってみようつっ,ってもやっぱ難しいなって,言ってね、願書は出したいいけどやってない人いっぱいいます。こんなの何万人もいるんですよ。えー、そういう人も含めてですよ。正答率50%以上ってそんなに難問ななんかマニアックなとこじゃないです。それをちゃんと漏れなくくまなく正解すれば合格できるんですよ。要は基本の部分。 基礎さえしっかりしていれば必ず合格できる。結局、その宅建試験って難しい難しいっていうね。そういう話が最近先行してるんですよ。うん、あの、やっぱりね。確かに20年前と比べて難しいです。まあ、20年前もそれなりだったんですけどね。うん、例えば、じゃあ20年ぐらい前に受かった人って。 例えば通勤通学の時にね、うん、行き帰り喫茶店で勉強してあと電車の中でちょろちょろっと囲もうといてそれで行って受かった人もいたんですよ。今ねねそんんなもんだと、ね、やっぱり厳しいですやっぱり自分のね大事な時間を犠牲にしてえ何かを我慢してそれでお勉強してそれでね合格というちょっと覚悟が必要なんですよ。だから昔と違う昔と違う難しい難しいって言われてますけどやっぱり根本は達見試験は15%というね。 あの合格率15%で高いか低いかって見る見るとあの他の試験と比べてはやっぱり楽です。あの他の試験だと10%切る試験ありますよね。あれは本当に難しいです。うん、あの過去問だけじゃダメなんで、ちゃんとテキストもしっかり理解して覚えるものをやんなきゃダメなんで。ところが15、16、17あるっていうのはこれねちゃんと過去問というのをしっかりやってるとだいたい取れるんです。要は正答率50%以上の問題をちゃんと取レーニングしておけば合格するんです。だから。 結局何が言いたいかと,いうと満点狙っちゃいけない。うん、なぜ正答率50%以上の問題を取れば合格できるんです。満点狙う勉強っていうのはこういうことなんです。例えばですよ。これ、試験実施団体がここから出ます。っていうのをはい、全範囲10とします。ここから出るという試験範囲を出すんですね。で、実際に試験に出てるのってこの10のうちの。ここです。2割から3割です。 まあ、これパレートの法則っていうのがあってね。大体大事なのって十あったら、そのうちの二割だよと。大事な部分はと、と、うん、いいんですよ。で、二割とか言うと、ちょっと油断しちゃうから。まあ、二から三ぐらいにしておきますが。この十、こっから出るよって試験実施団体が大風呂式すごい広い範囲を示すんですよ。これ、次のページでも出てますが。出題範囲。宅建試験は広く浅く。そうなんです。すっごく広いんです。国家試験の登竜門と言われてるんです。宅建試験は。税金もやるわ。 法令上制限民法卓建業法、尺尺化法幅広いんですよじゃあすごく幅広いんだけどえまあ、奥が浅いんですで例えば銃ここから出るよっていうところ、はい、もちろん試験には毎年毎年この銃箱の隅をつくような問題も出てきます銃箱の隅を突く問題も毎年出てきます、うん、それがどれぐらい出てくるかというとそうですね まあ、2018年のように37点の年だとそうですねせいぜい67問かなですところが31点合格の年とかだともうねそうですねじゃあその10箱系のところをですよいいですか一生懸命勉強しなきゃ受かんねえかって話です大丈夫やんなくてこの2か三のところを徹底的にやることなんです要するに 10ここから毎年出るよって言っておきながら出てるのは取材の主力は合格点プラス23点はこの2から3のところから出てるんですよ。そこが手を替え品を替え視点を変えててるんですよ。車の免許とか現ンチャリの免許みたいに簡単じゃないです。同じ問題同じ言い回しで同じ文章で丸抜出ることはもうないです。まあたまにありますけどないと考えてください。ででも聞かかかれてる内容は一緒なんんすよだからこののとというのをえちゃんと徹底的に やっていればはい満点狙うとどうなるか満点狙う勉強って真面目な方が多いんですよ、うん、ちゃんとやんなきゃ出てることは全部やんなきゃと、うん、これあの真面目な方私は真面目な方は本当に受かってほしいですだって真面目に努力してんだから努力してる人は報われてほしいんですところが真面目にやってても受かんない人っていうのがいっぱいいるんです本当にね一言ながらなんか悔しいんですよね真面目にやってるのにと、うん、だいたい満点狙ってます すべてやろうとしています本当にやめてください、えー、満点狙ってじゃあその方が大天才、えー、もう一回やったら絶対覚えちゃうなんて言ったんだ満点狙ってやったら満点で受かるでしょうよ満点近くでところが宅検試験はほんな無理なんですよ広いんですよ満点狙って隅々やったら五年かかると思いますよ、えー、それでもかんなくはゃないだって覚えきんねえから、うん、あのー、この宅検試験は大人の試験なんですよ やっぱ子どもの頃はね例えば成績がいい、うんまあ、勉強第一でねやってきた方もいるでしょうねそういった方って成績がいいイコール要は勉強が仕事なんですよところが大人になると違う勉強は仕事じゃないんです仕事をやりながら勉強なんですえ仕事してない方もそう家事育児とかやりなながら空いた時間でで勉強なんです要は全ての宅建試験の時間を、ね、自分の時間を宅建試験のために使えるなんてなかなかないんですよ要は満点狙うってやるとどうなるか 満点狙ってやるるとと見たこななない問題はなくなるでもこのニカさんがぼやけるぼやけると大体こういう状況に陥ります2つには絞れるんだけどいつも裏書か,かれちゃうなとここの傾向でですすれ浮かれかりきなない典型例なんです真面目がゆえに全てやる全てやってるとニカさんがぼやけるぼやけると点数にならない結局惜しいところで落ちてしまうというね。 いやー苦循環ですよね、うん、だから思い切ってこの枝葉のところはやらないで2の3のこのところを徹底的にやるそうすることによってサクッと浮かんですだからここ満点狙っちゃうと何がいけないか、うん、あのよくね満点狙っちゃいけないっていうのはどこの講師もみんな言うんですよ。でもいや卓球試験は満点狙わなくても受かるんだから満点狙うのはやめましょう合格点目指しましょうとそれは違うと思いますよ言い方が。だって 満点狙わなくていいんですこれで受かるんだからねこれで合格点狙っていきましょうだとじゃあ何、うん、じゃあ35点目指せって言って35点だと三十37点のとりもあるじゃんと、えー。もしくは37点じゃあ最高点目指したとして37点目指してどうですミスしたら34点とかになっちゃうあこ、はい、んなの満点狙って満点狙って38とか39とか40ぐらいで受かるのが理想だろうって思いますよね。うん、そうなんですだから 満点狙わなくても受かるから「え満点狙うはやめましょうは」は言い方がダメ、えー、ここは満点狙っちゃいけない理由これは本当なんです満点狙うなっていうのは満点狙うと大事なところがぼやけるから満点狙っちゃいけないんですそここのとろろよししくお願いしますよこだからね完璧主義者の人って本当にね全部やるんですよ、うんあの。大天才だったらいけるんですけど、えー、まあ凡人なの分かってますよねそういう方ね真面目でも凡人な人はいっぱいいるんですよ。 ええ、言い方悪くてごめんなさいね私は口は悪い方なんでそこのところもし抗議出たらあの本当口悪いんでねでも本当にだって本当なんで、うん、だから満点狙うって、ええ、あんたの頭じゃ満点に狙っても無理じゃんここ全部無理じゃんといやこの兄さん狙った方がいいんじゃないですかそういう言い方してみますはい要は満点狙うと何がダメか大事なところがぼやけるからですね、うん、じゃあです多くの人はこうなる 伝えたら不安だという理由から難しい問題の対策に夢中になって正解できる問題で失点してしまうもう2018年もそうですよ難しい問題もありますが正答率5割切ってる問題で取れなくても40点オーーバいくんですよ答えられても合格者になることは大丈夫だという、うん、だからむしろ可能だというよりはこの大事なところを徹底的にやることによって合格しやすくなるんですじゃあそのためには何をやりゃいいのと。 うん、まあいうことなんですがちょっと次のページで試験全部で50問、うん、権利14行法20法令上制限とかここら辺は勉強していくとやるようになると思います広い分野から出題されますが細かい内容が出題されることはありませんこれは嘘ですけどね、うん、だって細かい内容出るんででもあっても合否に影響しないここ大事です要は難しいマニアックな10年に1回今まで出たことないような問題が出ても焦る必要はないできなくて当然みんなもできませんから。 正答率が半分半分以上の問題取れば合格するそれを忘れないでくださいじゃあその正答率が50になる問題はこの2から3から出るとこなんですよじゃあこの2から3は何を見ればいいんですかって話ですで今これって一応レックの宣伝なのは分かってますよねそうですよね無料で聞けるけどレックの宣伝なんですよ講義来てくださいなんですけどなんですけどまあ、独学でお勉強する方もいますよねうん。じゃあ 過去問集です過去問です過去問にこの2課さんがダイレクトに書いたんです要は合格のために必要な教材で絶対いなくてはならないのは宅建は過去問集です過去問なんです過去に出た問題そのまま現場にとかねあの車の免許みたいに同じ問題出ませんよでも聞かれてることが手を返してないか,しなか出てるんですよ過去問しっかりやるとこの2課さんが潰れていくんですよどうでしょう過去問しっかりやる ただそののの過去問というのをやるのもなかななかか大変なんです。それはなぜなら法律という慣れない分野だと問題の言葉の意味がわからないえ何の話かよがわないえそういう状態だからだから我々の、ね、レックというような学校があってえ講義でで説明すする。聞いいちゃうと早いんですよえ。そして聞いちゃうと早いしもう最初から言います「ここはいらないここはいると」と「ここは全力でやってくださいと」と、うん、そこを二課さんです。 えー、そして過去問出てあ本当に何度も出てる、はい、それが二重に相まると結構スムーズに入っていくんですよ、うん、まあ、講義を受ける理由はそこですね、うん、だから結局独学でもしやろうと思ったら過去問をちゃんと徹底してください2か3の部分を徹底的にやってくださいそうするとこの何が大事なのかが見えますから別に講義とかじゃなくても過去問を見ていればここが大事なところが見えてくるんでうん。 ただそれをやるようになるのがなかなか大変だからまあ講義受けてお金出してねというねまあ話なんです。でそれともう1点なんですけど満点狙わない1個目過去問徹底的にやるこれが2個目そして3つ目法律は改正されるというですねこの4番ですね。これまあこちらの問題ご覧くださいって問題出てますがまだやってねえよとそうやってなかったらまあもちろんできないんですがやってるようになりますからそうするとこれあの。い主が宅建業者って 買い主が不動産屋さんですじゃあ飼い主が不動産業者の場合は供託所の説明をする必要がないと。で供託所ってお客さんに損害与えるとねお客さんは供託という供託所というところに貯めてあるお金を持っていけるんです。もし不動産屋さんまあうちも業者ですけどねうちが皆さんに迷惑かけた損害賠償800万だとところがうちの会社には金がない私もないそこで営業保証金というね供託所にあるお金を持っていけるんです皆さんは。 ところがこれ業者だと所かから持っっていけなくなくたんですよ何年か前に、えー、でこれ出題されたの2013年なんですが2013年の時は不動産業者に相手でも説明いるんだったんです必要ないは×だったんですところが今現在だとこの問題は「丸なんです。何が言いたいかというと法律は改正される要は「丸だったのが×になったり「×」だったのが丸になったりするこれがね出るんですよ。で2018年は 改正の当たり年でもうバンバン出てました。ものすごい正解紙もバンバン出てました。改正点を知らずして合格は絶対ありえないので、だから最新の情報で学習することってありますよね。古い本は使わない方がいいです。あの例えばね、あのそうですね、古い本というと、うん、ブックオフで買いましたとかね、メルカリで買いましたとかね。うん、で。 2018年ぐらいの去年ぐらいのだったらまだね改正点をこう調べて潰しててできると思いますが5年前のが随分安く売ってるねっていうのなんて金の無駄でですすゴミですはっっきり言って先輩からもらったんですけどただでえ何年前の ?2011 年ですね無理えあのまあ無理じゃないですけどそれで勉強する気になりますすすすごい内容変わってたりするんですよ えまあ、民法はそれほどじゃないです、うんまあ、民法はこの後ね来年大改正になるんでね、うん、だけど民法は今までもそれほどじゃないですけどいやあ業法とかね法令上の制限とか税金のところなんですげえありますよそれをね古い本でなんて本気になれますかやっぱり最新の情報でやるこれは大事です、はい、改正点はちゃんと意識してくださいというのがこちらでございますだから改正点は出やすいしであの珍しい試験なんですよい <laughs>、ね、国家試験というとう 法律が改正になるとその改正が判例なり何な,なりになって初めて出そうと、まあ、2年3年経ってから出されることの方が多いんですところが宅建試験は改正されるでちなみに4月1日の法律です4月1日で動いてるときの、はい、この法律がその年の10月の試験に出てきますだから4月1日基準で、はい、出されるその年変わるとすぐに出てくるというだから改正点は要注意 でこういうところはね、まあ一応学校にね来ていただくとそういう情報はダーテ出てくるというね、えー、いうことでございます。あとは次の5番、時間がない人のための効率的学習法というんですが、資格試験予備校の利用で時間を有効活用と、うん、まあ、今日の話のメインですね。うん、どこが出題されているのかを分析して情報整理しなきゃいけない。そう満点狙わない学習すると、じゃあそれが過去問に書いてあるてうんですが、過去問にもいる問題いらない問題ってあるんですよ。 あ、何年連続で出ているとか、ここは何度も出ているとか、そういう分析は、まあ、講師はしてるんですよね。うん、で、まあ、講師がしているというか、まあ、学校、レックのビッグデータとかにあるんでね。そういうので、まあ、これ、あの、お伝えできるんですよ。それはやっぱりね、自分で本で見るというのは難しいですよね。うん、あとは法律用語って難しいし、読んでて。一番怖いのは独学っていうのは、読んで誤解してイメージ、誤解して理解している人がすっごい多いんです。 だから講義でもねあの1年目は独学でやって駄目だったから講義来ましたって方は実はすごい多いんです。まあ、それは人間誰でも金はかけたくないですよね。金かけたくないからまずは本屋さんで本買って、ね、そんなに金かけずにやりだすんですよ。ところがこれじゃちょっと厳しいなっていうやっぱり時代なんですよね。そうすると学校行こうかなって来るわけですよ。そうすると学校来て「もう独学者ここ独学ちょろちょろ系の人はここをうーん誤解してる方多いんですよね」と「そうそうそう」みたいになるとか多分結構あると思います。要は 誤解してるっていのは覚えたことが誤解してたおい大変だよと、うん、変な癖つく前に初めて初学の時から学校来ちゃった方が早いと思います、うん、大体ね何でもそうです例えばゴルフなんかも自己流でやっててねでなんかこうインストラクターについてやるともう癖取れないんですよね だったら最初からきれいにやるためには最初から学校とか指導機関に行っちゃった方がだいたいスムーズにうまくなったりするんです。楽器でもそうだしスポーツでもそう、ね。この資格もそうです。まあ、予備校とかでどこが大事でどこが大事じゃないか。そして話聞いちゃえばすぐ分かるところは多いんでねだからここにも書いてあるように 独学するよりも講義きた方が学習効率はいいまあそれは間違いないんでね、まあ、ぜひねあの無料で第1回とかを多分流すね YouTube かなんかみたいなに流すのでね、まあ、そこら辺聞いていただいてやっていただくとよろしいんじゃないかということですであとは鉄則鉄は熱い,熱いうちに打てたってなってますけど本当にあの言い方変えると受験生の85%は落ちるんですよ15%ということはやっぱりこれ競争ですよね うん、で競争なんだけど半分取れる問題をちゃんとやれば実際取れるんだけど競争ですよね。うん、だったらやっぱりやる気になった時にやんないと、うん、でやる気になった時にガーッとやんないと、うん、人間おそらくですね、うん、例えば今皆さんが何月か分かりませんけど例えば1月に聞いてて1月からよしやる気になっても多分ね途中でででやる気失います、うん、いいますすんそれで、うん、だから要は今からやってもね続かないよと。 いいんです今やる気になったらやすすんで,すで例えばですね1月ぐらいあのレックって実はあの生クラスはもう12月から始まってるんですよ。その12月から始まっててその12月から来てる方大体いいねそうですね3月ぐらいでね一度息切れますあの年度末とかで仕事が忙しくなったりとかねあと4月で花見だ、ね、新入社員来たって浮かれちゃうんですよねあったかくなってねでゴールデンウィークとか旅行行った日にはもう勉強やんなっちゃったと。ところが、ね いやー自分11月から12月からやっててねいやこのままじゃいかんということでこれ早くスタートしたら途中息切れしてもまた復帰してベースもある程度できてるんですよ。全然違うんですよ。これもう3か月4か月かもたないから夏から始めようとかえまあ2点差ぐらい1点差で落ちたからまあ来年は2か月ぐらい前からやればいいかなとあの2か月ぐらい前から始めるじゃないですか。昨年の内容が ほととんんど忘れてることに驚愕を覚えるんですよ、うん、その繰り返しで毎年同じ鉄を踏んで受からない人ってのはいっぱいいるんですよ。うん、やろうと思ったら早くやってくださいやる気がなったらやめりゃいいんです途中で。えー、でまた復帰してもこれ早くやった方が絶対に得ですから、うん、だからこれいや直前なんないとモチベーション続かないからさと続かなくていいんです続けること考えないでください。早いううちににややろうと思った時にやる、えー 思いい。立っったがです。頑張って,みてください、うん、じゃあまずもう一回言いますけど一番最初に決めるのはやると決める合格すると決めるじゃあ合格すると決めたら頑張るぜやったるぜって思って満点狙ったらはダメえ気合いはいいでも満点本当に狙うとぼやけるからダメなんですよねじゃあ満点狙わないためには何をするそう過去問をちゃんと徹底的にやる。 過去問で正答率が高いもの、合格者がみんな取るものをしっかり取っていく、えー、そこら辺の情報はまあ、レックの本にも書いてあったりもしますが、まあ、講義とか受けると効率よく分かっていただけますよ。というような内容でございました。以上でございます。はい、いまあ、結局ですね。まあ、皆様におかれましたは、やろうと思ったらもう早くね。えー 始めちゃってください。そしてやるからには絶対今年受かると決めてから始めてください。その2点まあ、まずは皆さんにね。心づもり分かっといていただいてね。まあ、また勉強の内容でね。まあ、皆さんにね。あのレックの講座等でね。お会いできることをね、えー、期待して、えー、終わりにしたいと思います。以上でございます。はい、それではですね。目標は一発5角決めたら速攻スタートが鍵というテーマで、えー、お話しさせていただきました、えー、ご清聴ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。